ドモン県記念館とは、写真家、ドモン県の写真作品を所蔵、研究、展示するための坂田市立の美術館。日本初の写真専門の美術館として、7万点に及ぶドモン作品のすべてを所蔵している。1974年に、市発の名誉市民の称号を授与されたドモン県は、検証式で、僕の全作品を坂田市に寄贈したいと述べ、相馬大作市長に、 入れ物は、そんなに立派なものでなくてもいいよと語りかけた。相馬は、土門の郷土愛に深く感じ入り、記念館建設のため奔走を始める。関係当局等々の協議の結果、記念館は、最上川に架か,かる、出羽大橋を渡った対岸に新たに計画されつつ、あった、いい森山文化公園内に整備されることが決まる。 また建設省によるカルチャーパーク第1号の適用を受け、公園と建物は一部記載し、整備を進めることになった。他に記念館建設委員会の会長に就任した前台湾を三木敦志らが旗振り役を務め、全国に寄付を募り、集まった城材は総額1億円余りにも達した。建物の設計は土門と信仰が深かった。 谷口義郎の子息である義雄が手がけた。義雄は、設計にあたって、土門の人格や生き様を建物に反映させようと、土門の写真作品のほぼ全てと数多い著書に目を通し、さらには土門の人となりを探るべく、土門と旧知の人々を尋ね、意見を聞いて回った。義雄は、設計が進捗すると、土門と親しい人々にも建物の建設に参画する、よう求め。 中庭には、伊佐室口による彫刻が、入り口正面の名板とポスターチケットは、最も親しかった、亀倉優作が、さらに同様に信仰が深かった、弟子河原宗風の子息である広ロが庭園を手掛け、記念館に彩りを添えている。なお、吉尾は記念館の設計で、1984年、吉田58章を受賞している。志向は、 マグミ、尾ラ務店共同企業体が担った。記念館は25年以上にわたって、長く地域の環境に貢献し、風雪に耐えて美しく維持され、社会に対して建築の意義を語りかけてきた建築物として、第9回日本建築家協会25年賞を受賞。また、ミシュラングリーンガイドジャポンに2つ星で紹介されている。県の写真作品を、 テーマ別等で展示する企画がほとんどであるが、などの企画がなされることもある。また、展覧会以外にも、ミュージアムコンサートや、写真家を招いてのギャラリートークなども行われている。ありがとうございます。